デジタルの時代だからこそアナログで 100% 勝てる時代になってるんです。学識サロンのマーです。いきなり耳が痛くなる質問、あなたは学んだこととか新しい知識をちゃんと日頃からアウトプットできていますか？できているという人はもう満点をあげます。本を読んだりネットから情報収集したり、インプットはめっちゃ頑張ってる人確かにいると思うんです。でも結局それを活かしてアウトプットできていない人、本当にねこれが多いんですよね。マジでもったいないです。もうね、家の電気をつけっぱなしで旅行に行っちゃうくらいもったいない。一方でですね、あなたの周りにもいつ寝てるのってくらい常にアウトプットをして成果を上げてる人ごく少数いるじゃないですか。実はですね、どんな人でも今日これから話すアウトプットの技術さえ学べば、あなたも成果を出すことができちゃうんです。その鼻の穴から手が出るくらい知りたい情報、その方法が書かれているのが今回紹介する本、内田和成さんの著書、アウトプット思考、1の情報から10の答えを導き出すプロの技術。この本なんです。これからの時代、人と同じ情報源をもとに人と同じような発想をしていたら、仕事ではどうやっても差別化ができません。そのままだと必ずピンチになっていきます。だからこそ必要なのが、人とは違う視点で物事を考える力、そしてアウトプットする力。その力をあなただけでもまずはこの動画と本で身につけちゃえば、今後5年、10年、20年絶対大丈夫です。情報にね溢れた時代だからこそ、絶対に身につけたい考え方がギュッと詰まってる一冊なんですよ。この動画を見た十数分後、あなたはアウトプットしてること間違いなし。もし最後まで見てくれたら、あなたのこと超大好きになります。それでは今日も楽しく学んでいきましょう。チャンネル登録よろしくね。1つ目、インプットでは差別化できない時代という話です。もしあなたが何かで成果を上げたい、専門的な知識やスキルを身につけて周りと差をつけたい、こう思ったらまず何をしますかね。きっとまずその分野の専門性を高めるために、情報収集と整理勉強、つまりインプットにめちゃくちゃ時間を使うと思います。知識は多ければ多いほどいい。しかもそれをたくさん記憶している人ほど優秀だ。だからまずはインプットが大事。こうやって思っちゃいますよね。その気持ち私もわかるんですが、ダメ、絶対。悲しい現実なんですが、今の時代、知識豊富で情報通であるってだけでは全く差別化ができない時代なんです。というのも、今ってスマホがあれば大抵のことは Google 先生かチャット GPT 社が教えてくれますし、日本だけじゃなく世界の最新ニュースをリアルタイムで知ることが誰でもできちゃうんです。しかもね、無料。これ一昔前だったら、営業マンが取引先の情報を知りたければ時間とお金をかけて図書館や書店、資料室に行って調べたり、調査会社に依頼して資料を入手しなきゃいけなかったんです。それがね、もう誰でも無料で手に入っちゃうんですよ。私たちも小学生の時とか自由研究とかでわざわざ図書館に行って調べて作った経験ありますよね。今の子供、それググって数分で手に入っちゃうんです。そのぐらいのスピード感なんです。情報は誰でも手に入るから、今はインプットだけで差をつけることが本当に難しくなってる時代になってるんですよ。じゃあ一体何で差をつけるのか、差別化したいんじゃという人にこそお伝えしたいのが順番なんですよ。インプットしてアウトプット、この順番を変えることが今まさに大事。逆転させるんです。これをね、具体的に説明していきます。そもそもですが、どんなアウトプットのためにどんな情報が必要かさえ分かっていれば、最短で必要な情報がゲットできちゃいますよね。例えば自分の目的が意思決定なら、その目的を意識した上で必要最低限の情報だけを集める、これだけでいいんです。また相手を説得することが目的なら、相手が必要な情報は何で、自分は何が求められているのかを明確にした上で最低限の情報を収集すればいいだけなんです。もう最低限のインプットだけで、あとはもうアウトプットしちゃった方がいいんですよ。ですので情報をすべてインプットしてから行動するのでは成功できない時代になってきてるんです。さらに一つ大事なことがあります。それは先を考えてアウトプットするということです。これ面白い話があって、19世紀半ばのアメリカでいわゆるゴールドラッシュが起きたんですよね。カリフォルニアで大量の砂金が発見されたという情報にみんな飛びついて、多くの人が移住していったんです。一攫千金を求めて何十万人が移動したんですが、結局たどり着いたところにはいい場所はもうほぼ抑えられていて、ほとんどの人が一攫千金の夢叶わなかったんです。そんな中で後追いでも大金持ちになった人がいて、それがリーバイ・ストラウス、あのジーンズのリーバイス社の創業者だったんです。この人はもともと生地の卸売業をしていたんですが、発想がねもうほんと素晴らしくて、これだけ朝から晩まで川や岩にへばりついて砂金を取っていたら、ズボンが擦り切れるに違いない、こうやって別の方向から考えて即アウトプット、丈夫なズボンのニーズが高まると考えてジーンズを売り出したところ大ヒットしたという話なんです。
結局ですね、150年前も今も情報にすぐ飛びつくのではなくて、その先に何があるか、これを考えられる人が成功するということなんです。今はね、新しい SNS ができるとみんな飛びつくじゃないですか。クラブハウスもスレッズもほぼ同時にみんな知って始められるので、先行者利益もどんどんなくなってきてるんです。だからこそその先に何があるのか、これを考えるのが差別化する上でめっちゃ大事になってきてるんです。ぜひね、順番を逆にすることと一歩先を考えてアウトプットする、この二つは大事なので覚えておきましょう。二つ目、アナログを活用して周りと差をつけるという話です。この話もね、めっちゃ勉強になるんですよ。正直ね、今更アナログって思いますよね。これもね、わかりやすく説明していきます。今は小学生でもスマホを使いこなしていて、誰もがデジタルを使いこなす時代ですよね。だからこそ逆にアナログを使って差別化をするべきと、この本には明確に書かれてるんですよ。例えばですけど、あるテーマについてレポートを書こうとすると、ほとんどの人がネットで検索して情報を集めて、それをパソコンでまとめてレポートにしますよね。そうするとですね、みんな同じやり方なので、アウトプットもほぼ同じ通り全然差別化することができないんです。そこで差別化する方法が、アウトプットするまでのプロセスの中でたった一箇所でいいんでアナログに変える、これが重要なんです。まず情報の流れは1収集、2分析加工、3発信という流れなんですが、これがデジタルだと1 Google や ChatGPT みたいな対話型 AI を駆使して情報収集、2 Excel や Word、PowerPoint で分析加工してまとめる、3メールや SNS で発信するという流れですよね。このプロセスの中で一箇所だけでもいいから、ぜひねアナログに変えてみてください。そして一番差別化しやすくておすすめなのが1の情報収集の部分。ここを自分の体験や人から直接聞いた話にして、自分の足で情報を稼いでいくのが重要なんですよ。これですね、実際まさに YouTube でも本当にそうで、例えば私に登録者20万人超えの Vlog 系の人がいるんですが、その人ね、本当にいい企画を考えるんですね。これどうやってやってるんだろうって不思議に思って、サムネイルとかタイトル、企画ってどうやって考えてるんですかって質問したことがあるんです。そしたら、本屋を歩き回って今みんなが気になっていることとかひたすらメモしていますって言ってたんですよね。だから他にはない企画が作れてるんですよ。あとね、他の YouTube 運営者ですごいのは、動画の内容全部私や私の実体験の話のみですみたいな人もやっぱりね、動画伸びていて、そういった実話とかはやっぱネットでは探していない説得力が段違いにあるんですよ。だからこそ差別化できてるんです。次の話に行きます。2の分析加工をアナログにする。この場合は自分の手足を使った情報分析、加工術でファイルで管理して、付箋を貼ったり線を引いたりページを折ったり切り抜いたり、独自の視点を加えていくことが差別化につながります。そして3、発信に関しては直接の対話や電話、口頭でのプレゼンで発信するんです。情報には一次情報と二次情報があって、一次情報は自分が直接見たり聞いたり体験したものであって、人から聞いたものとか何かで読んだものは全て二次情報。そう考えると、あなたが普段触れている YouTube の動画もブログの記事も誰かが体験した二次情報じゃないですか。これもね、わかりやすく言うと、 YouTube で誰々がこう言ってたよっていう説明よりも、実際に自分でこれ体験してみたんだけどこうだったよの方が圧倒的に説得力がありますよね。だからこそ差別化になって価値があるんです。あなたの何気ない普段の経験、実はそれが他人からしたら貴重な情報だったりして、なんならそれがすごいビジネスチャンスだったりもするわけなんですよね。 SNS で発信するだけでそれがお金を稼げるコンテンツ、内容だったりするんですよ。やっぱりね、一次情報って聞く方からすると情報のね、臨場感が全然違うんですよね。つまりですよ、同じ情報であっても一次情報の方がアウトプットを生み出す力が圧倒的に強くなるんです。もう勝手にパワーアップ状態。特にね、このデジタル時代で情報に差がなくなった今だからこそ、情報収集の部分にアナログを一つだけ入れることが大きな差別化になるということだったんです。この話聞いてどうですかね。私もね、いろんな経営者さんとか稼いでる人とお会いすることが多いんですが、やっぱりね、生で経験した情報は説得力が全然違います。しかも誰かから聞いた二次情報は嘘も混じってることが多いので、そこら辺も注意が必要です。これですね、面白い例があって、ある調査で渋谷の女子高生十数名にわざと偽の情報を流して、2週間ほど経ってからその情報がどうなったのか調査したという研究があるんです。すると渋谷の女子高生の 90% がその偽情報を知っていたという結果になったんです。そう考えると怖いですよね。今ってね、ネットで本当にいろんな情報があって、何が正しいのかわからない世の中じゃないですか。だからこそ自分の足で情報を稼ぐ、この泥臭い努力こそこれからのビジネスには絶対大事になってくるんですよね。あなたもね、今やってる仕事で泥臭い部分、サボりたい部分、アナログな部分、そういったことを他人よりも圧倒的に努力してみる、これをね、一つだけでもやってみてください。そしたらね、絶対おのずと結果は出てくると思いますよ。
さらっとまとめです。1、インプットでは差別化できない時代。2、アナログを活用して周りと差をつけるという話でした。どうでしたかね？さらに気になるという方は、この本本当におすすめなんで、ぜひね、騙されたと思って説明欄からポチってみてください。いつポチるの？今でしょ。なんか最近季節感あるイベントを大切にしようって考え直したんですよね。やっぱ日本って四季があるし、それだけで素晴らしいから、そこをね、おろそかにしてるのってもったいないなって感じたんですよね。皆さんおそらくお正月とかお花見、クリスマスとか季節のイベントは当然やると思うんですよ。でも日本ってやっぱ四季があって、それに合わせたイベントって私たちってあんまりやってなくないですか？例えばお月見とか、これってね、9月29日とかみたいで、もうこの動画配信してる頃は過ぎちゃってるかもしれませんが、皆さんやりましたかね？お団子食べました？なんかね、秋でマジでハロウィン以外ないと感じていたんですが、実はね、こういったお月見とか調べると色々あるみたいなんです。こういうのを一つ一つ大事にして、日本の文化をね、自分の子供たちと一つ一つ経験したいなって最近思ってるんですよね。あとなんだろう、勝負湯とか。これ5月5日にやるやつみたいなんですけど、全然やらないですよね。こういったね、やってなくてもったいなかったなってイベントを本当に知りたいんで、何か皆さんが、うちはこれ大事にしてやってるみたいなイベントあったら教えてほしいんです。特にね、他の人はあんまやってないみたいな季節のイベント、ぜひね、知りたいんですよ。マジでね、今後全部やっていきたいので、コメント欄で教えてください。お願いします。学識サロンは公式 LINE をしています。LINE 限定特典、LINE 限定特典を2つ用意しています。1つ目、ビジネス書診断。私が今までに解説した約400冊の本の中から、あなたにぴたり合った1冊を選び出します。2つ目、LINE 限定動画。タイトルは、絶望の国で生き抜く力。絶望の国というのは悲しいかな、この日本のことを指します。普段からこのチャンネルを見てくださっている勉強熱心なあなたなら、今の日本やばくね？自分はどう行動したらいいんだろう？ということはね、もう常々考えていると思います。素晴らしい。その日本で今後生き抜くためにはどんな力が必要なのか、私の目線で語った動画を無料でプレゼントしています。説明欄の URL をタップして友達追加をしていただければ、すぐにこの2つの特典が見れちゃいます。私ね、友達少ないんで、ぜひお友達になりましょう。さよなら、さよなら、さよなら。